テスラはアメリカ合衆国出身のハードロックバンド。1980年代の LA メタルムーブメント期に登場したグループの一つ。前世紀の作品がミリオンセラーに達するなど大きな成功を収めた。一度解散するが2000年代に再始動を果たしている。バンド名の由来は科学者のニコラ・テスラ。1982年からロックバンド、 シティキットで活動していたジェフ・キースは、1984年にバンドの再編成を行う。フランク・ハノン、トミー・スキーを、ブライアン・ウィート、トロイ・ル・ケッタが新加入し、デビュー直前に、テスラと改名。1986年にアルバム、メカニカル・レゾナンスでデビューする。セカンドアルバム、グレート・レイディオ・コントラバーシー、1989年、からのシングル、 ラブソングは全米10位のヒットとなる。続いて全編アコースティックのライブアルバムファイブマンアコースティカルジャム1990年を発表しシングルカットされたサインズが全米8位を記録する大ヒットとなった。このヒットが唇となりアンプラグドがブームとなる。サードアルバムサイコティックサッパーまでアルバムがいずれもミリオンセラーを記録し成功を収めた。 しかし1990年代に入ると、既存の HR、HM スタイルが衰退に向かう。当バンドも影響を免れず、フォースアルバム、バスとアナット、1994年を最後に、解散する。2000年、デビューしたオリジナルの面々のママ再結成を果たす。復活したアリーナでのライブイベントは、ソールドアウトとなり、この時の音源は、ライブアルバムとしてリリースしている。 2004年には10年ぶりの 5th アルバム Into the Now をリリース。しかし2006年にオリジナルメンバーのトミー・スキーオが脱退し、デイブルードに交代。2007年、サブレーベルテスラ・エレクトリック・カンパニー・レコーディングスを設立し、翌2008年に 6th アルバム Forever More をリリース。その後もメンバーチェンジすることなく、7th アルバム Simplicity、 2014年をはじめとする作品をコンスタントに発表していく。2016年にはデビュー作メカニカルレゾナンスの発売30周年を記念し、同作を再現したライブ作品メカニカルレゾナンスライブをリリースした。米ハードロックバンドテスラが5年ぶりの新作シンプリシティを6月発売アマス2018年6月10日閲覧テスラ 名作、メカニカルレゾナンス30周年記念ライブアルバム、タワーレコーズ2018年6月10日閲覧。ありがとうございます。